あ、そろそろ行くのかい？楽しんでおいで、家族みんなで。いい、あたしゃいいのよ。たまにはみんなでね、うん、おばあちゃん以外、みんなで行ってきな。ね、大丈夫、一人で。何年生きてると思ってんのよ。ほんとに心配性だね。もう大丈夫、大丈夫。行っておいで。ああ、そうか、行くかい。はい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 。じゃあね。はい、みんな行ってくるんだよ。はい。楽しんでおいで。ゆうくん、楽しんでおいでね。うん、はい。バイバイ。行ってらっしゃい。久々だね、こんな一人の空間ってのは。やっぱいいね。もちろん家族は好きだよ、家族は好きだけど、でもこういう一人の時間も楽しみだよね。よし、ちょっと待って。来た。ウーバー頼んどいてよかったね。まったく、ほんとにみんな私を年寄りだと思って、なんか健康的なもんばっか食べさせられるからさ。私はね、マックが大好きなんだよ。マックを食いたいのさ、私は。なんでいつも本当に魚も美味しいけども、結局こういうのでガツンとチャージしなきゃいけないんだよ。全く舐められたもんだね、本当に。うめえ、うんま。ちょっと久々に食べたらやばい。なんか美味しくなってる？昔より美味しくなってる？こんな美味しかったっけ？ダダンダンダダン、ダダンダンダダンよ、これはもう。うわ、何年ぶりかしらね、このビッグマックなんか食べるのは。幸せだね。結局こういうの食べたいんだよ、私だって。腕上げてる、マックさん、腕上げてる。あの子、残してたんじゃない？
ぱりずっと目つけてたんだよ私は。このお菓子だってゆうくんがさいつも食べてるけど食べきれないんだから、あの子たちは。結局ポテチも食べたいのよ。おせんべいもいいけど、おせんべいもいいし、おまんじゅうだっていいんだけどさ、こういうもの食べたいの私だって。ゆうがん、ゆうがん、なんて優雅な日？まったく。私だってまだキレキレなんだよ。やりたかったんだよ。私はこの家に住んでずっとやりたかったことがある。はじめまして。今日初めて歌うことになります。よろしくお願いします。あーパツあパツ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 あーずっとやりたかったんだよ。もうあれがマイクに見えて仕方なかったんだよ私は。もうずっと、でもすごい楽しいわ本当に。足りないよ。こんなんじゃ足りないよ。買っといたのさ。おいコーラできるように買っといたのさ。こんだけ頼んだんだからさ。足りないんだよ。うわあ。最高だね。まったく新鮮なコーラが届きました。新鮮なコーラが。マックのコーラも美味しいけどちょっと氷入れてきて薄まってるところをここまた新鮮なコーラが継ぎ足しました。美味しいじゃない。ちょっとどうしよう、これはちょっともったいない。これちょっと静香ちゃんよ。どうもこんにちは、しずこちゃん。しずこちゃん、今日さ、今日はな、何してるの？なんか、あ、そう、なんもないの？あのね、うちね、あの家族がみんな旅行に行ったの。で、私一人なのよ。そう、だからちょっと、しずこちゃん来ない？来る？よかったって。じゃ、待ってるね、後で。もういつでもいいよ、今日帰ってこないから。うん。じゃあ、しずこちゃん、後で待ってる。はーい。やばー。しずこちゃん来てくれるの嬉しいねー。じゃあ、ちょっとみんなこれ読んだ方がいいんじゃない？これ。あ、哲夫さん、どうも。哲夫さん、今日何してる？ん？いや、なんでって。今日ね、あの、うちが、あの、家族みんな旅行でいないのよ。だから、あの、誰もいないから、そう、うちどうかなと思って。うん。それ何すんのってね、なんかゲームとかやったらいいじゃないのよ。桃鉄とか。桃鉄。あるの、ゲームで桃鉄っていうのが、ね。行かないってちょっとそんなこと言わないと、せっかくいないんだよ、今日は私一人なんだから。いや、行かない行かない。そんな堅くなに行かないって。あ、哲夫さん。しずこちゃんも来るよ。
ちょ、しずこちゃん来るから来るって。ちょっと、ほんとに好きね、もう。わかった。じゃあ、待ってるね。いつでもいいから、別に。はい。はい、待ってまーす。ほんとにみんなしずこちゃんのこと大好きなんだから。ちょっと待って。はーい。あ、もしもし。あ、もしもし。あー、ゆうこさん。ゆうこさん、ちょっと今日ね、うち旅行で誰もいないの、家族が。そう、私一人。そうなのよー。で、後でどう？うち来ない？え？今日、え？何、ゲートボールの方の集まりがあるって？いや、それ残念ね。なかなかでもうち、こっちはそうないよ。こんな機会。そっちの集まりいつもやってるでしょ？でもそっち行くの？そう、残念。あ、でも、あれよ、しずこちゃん来るよ。あ、来る？え、しずこちゃん来るから来る？何よ、それ。え、私の誘いは断らない。しずこちゃん来るって言ったら来るって。ちょっともう、まあね、いいんだけどね。うん。まあ、そう言うと思ってしずこちゃん呼んだのもあるし。うん。はい。じゃあ、後で待ってる。何時でもいいよ。後で待ってる。はーい。しずこちゃんってやっぱ大人気。うん。じゃあ最後ね。あ、もしもし、かずおさん。かずおさん、今日何してる？今日のうちね、旅行でね、家族みんな誰もいないの。そう。だからみんな、集まって、それでなんかパーティーしようかなと思って。桃鉄。そう、桃鉄とかやろうかなと思って。桃鉄得意？あ、桃鉄得意なの？あ、そう、ちょうどいいじゃない。じゃあよかった、どうよ、うち。いや。いいじゃない。今日ぐらい来ていいじゃないのよ。うん。あ、そう。孫が？北海道から来るって？それはちょっと、そう。それは、そっち会ってあげな。ねえ、孫がわざわざ遠くから来るんだから。うん。じゃあ、会ってあげな。うん。あ、いいの。こっちはいいの。全然気にしないで。うん、大丈夫。あ、こっちはね、しずこちゃんとね、あと、来る？来る？え、お孫さん来るんでしょ？でも、しずこちゃんいるから、来る？好きねー、ほんとに。お孫さん来るんでしょ？北海道から。あ、別に明日までいるからいいって。あ、そう。わかった。じゃあ、いつでもいいから。うん。はーい。しずこちゃんって人気者ね、ほんとにもう。あー。楽しみWoo!